どうもこんにちは、ひろっぴーです。今日は以前動画で楽しいお寿司屋さんっていう商品をこう作ってみたっていう動画を上げたんですけど、50個から100個集めて巨大な寿司を作ればいいんじゃねってコメントいただいたんで、それを実現させようと思います。はい、それがこちらです。はい、楽しいお寿司屋さん50個買ってきました。寿司とりあえず全部開けていこうと思います。めっちゃあるじゃん。開封しました。最初にご飯を作ります。これ全部青いのがご飯の元なんですけど、量がありすぎるんでボウルに移して作ろうと思います。はい、ご飯の元全部50個分ボウルに移しました。やべえ。で、これに水を入れていこうと思うんですけど、作り方だと水をこう点線まで入れるとかあるんですけど、ボウルに移して分かんないんで適当に水を入れてそれっぽいやつを作ります。はい、ご飯できました。次は2、卵の素を作ろう。この黄色いのが卵の素。この卵の素をまた水と混ぜて作る。水を入れて、よし、卵完成。次、マグロの素、これを作ります。またこれをボウルに50個入れて水で混ぜます。これを入れて水で混ぜます。牛肉みたい。4、海苔を作ろう。これが海苔なんですけど、これを50個分伸ばしていこうと思います。はい、海苔完成しました。めっちゃめっちゃでけえ。次、5、イクラを作ろう。イクラの素が A と B があるので、 A をこの透明なやつにして B をこっちの銀色のボウルに入れていこうと思います。スキップ。はい、混ぜ終わって、で、今この B を A に入れるとこうイクラになるわけなんですけど、すげえ地味な作業だよな。ちょっとポトポト落とすな、こいつ。ポトポト落とすことによってこうイクラになる。はい、イクラ完成しました。下準備が全部終わったんで、今から寿司を握ろうと思います。巨大寿司握ります。まず卵が握っていこうと思います。こんぐらいは、こんぐらいかな、多分こんぐらいなんだよな。でっかシャリが完成しました。バカでけ。それじゃあ卵乗せていこうと思います。でっかバカでけ。やばい崩れちゃった。マグロの完成です。こんにちは、こんにちは。次、イクラ作ります。海苔巻きます。よし、きた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 。イクラを乗せます。しかもイクラに髪の毛、誰だ髪の毛にいたの。やばい、イクラがオムライス知ってるじゃん。デカすぎてオムライス知ってる。もうこの子ったら、もうしょんべん漏らしてんじゃねえか。やばい、お寿司完成しました。巨大寿司。これが卵、これがマグロ、で上のやつがまだ固まってないっていうね。なんか牛肉乗ってるみたい。で、イクラ、イクラがもうでかすぎてグロい、もはや。
揺れる、めっちゃ揺れるし、ほらめっちゃ揺れんで、しかもなんかイクラがめっちゃおむらししてんだよね。イクラグロい、もうやべーやばい、クソ漏らしてんだよこいつ、ざけんなよ。いただきます。激甘イクラ、いただきます。うん、まあ、はい、皆さんもぜひ作ってみてください。というわけで今回の動画は終わりです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。この辺に出しておきます。See you.